ムロフ実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。新春ガシャコン、新春、はい、本日もね、このローゼンズール、もしかしたらこれナイチンゲールより強いかもしれませんね。これナイチンゲールの影に隠れがちですけど、やっぱジオンの最強機体ってもしかしたらローゼンズールなのかもしれませんね。これガシャコンで言ったら、これローゼンズールってガシャコンで言ったらボリューミーいくつなんですかね。これボリューミーちょっとわかりませんけど、隠れがちですけど、もしかしたらこれナイチンゲールより強いな、これ分かってないんじゃないかな、みんな。はい、なのでね、今回も、このローゼンズールで、連邦をしっかり止めていこうと思います。よろしくお願いします。はい。本日のフィールドはテキサスコロニーです。はい。ここ最近ね、やはり、連邦軍に押され気味なのでね、ジオン軍の民も頑張っていただきたいところですね。まあ、やっぱ僕はね、けど、まあ、連邦戦って言ってますけどもね、やはりジオンやってるときは、本当、ジオンやってるときは、本当に、身も心もジオンとしてやってますんで、はい、ブライト殺すつもりでやってるんで、出撃する機体を選択してください。初動はナイチンゲールで出撃します。出撃する地点を選択してください。けど、最近ちょっと、ローゼンズールいじりすぎな気がするな。ローゼンズールいじりがちょっと激しいな。けど本当ね、これね、この機体、いい機体なんですよ。本当にいい機体なんです、これ。内蔵武器だし、バランスいいし、強襲で動きも速いし、紫色だし、で、デポンゲリハプティズム行きます。で、縦あるし、動き止めれるし、本当に優秀な機体なんです。拠点を占領しました。よし、どうしようかな、どう攻める。左側拠点っていうことは、ちょっと待って、落ちる。落ち着け、ちょっと待とう。このまま突っ込んだらいけない。落ち着け、逃がした。もうなんていう速さ。死んだ。ローゼンズールのちょっとデカさがあたとなっている。ここではローゼンズールのデカさが3番甘いんだよ。出す。どうした、それで終わりか。よし、はい、入眼だ。ナイス、いい仕事だ。ケンプアは伊達じゃない。行くぞ。ケンプアが仇を打ってくれましたね。まあ、打ってくれなくとも僕がここで仕留める予定でしたけれどもね。連邦ハイニューガンダムは本当
ジオンのナイチンゲールなんで見かけたらぶち壊しましょうね、全力で。ビビりやがってよ、ビビっちゃって。動きに優雅さがありませんね。あ、挟まれた。なぜ負けたか、配管を砕け。誰もいないし、出撃する機体を一人だし、出撃する地点を選択してください。めっちゃ来てる。あ、けどこっち攻めてる。ってことは2番を守るしかない。それは、それは僕がいただく。生かすな、生かすな。調子が出てきたぞ。やばいなこれ。どうする。いや、まあ2番踏ま、2番さえ、とりあえず守っていれば、2番守っていれば X に流れることはありませんので、 OKOK、 これでいい。よし、落ち着いて3番を取り返しましょう。ちょっと早いペースでやられてるから、こいつで時間稼ぎするしかないな。逃がさん。スコアはいただいた。そんな攻撃痛くも痒くもないさ。さようなら。敵艦を沈黙させました。来るなよ。よし、一回引きます。すみません、一時退避します。こう越すときはほんといつもすぐやられるのに、このシルビザクに限っては生きながらえやがって。このザクはね、シルビザクと言いまして、シルビさん一押しのザクとなっております。すいません、はい、退避します。こいつなら排入ガンダムと互角とやり合えるって言ってたような気がします。拠点を制圧したのだ。とりあえず3番をなんとかしないと。やっぱ連邦勢いあるな今。やっぱ連邦の勢い止められないね。なんでだろう。そこ。そこだ。くらえ。予測が必要なんだよね。よし、今飛び込んだら、よれ。今飛び込んだらやられるよな。今飛び込むわけにはいかない。あと260秒。的確か。まあ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 いいや、それは通りはしないさ。今補給出せませんかね。ここに補給いただけませんでしょうか。こんなのありがとう。無理かな、ないかな。ちょっと見に行こう。アムロ、行きます。命がけで回収よ。厳しいな、ジオン厳しいな、やっぱ。うわっ、
こ、引こ、引こ、撃たれる。捕まえた、そこだ。厳しい。いやぬわっさい、逃がすな。水差しやがって。ライトアーマーの使い手がいる。この戦場にライトアーマーの使い手がいる。なんだあいつ、プロか。ライトアーマー、ライトアーマー戦がいる。珍しい。あんな雑魚機体、あんな雑魚機体使ってるやついるんだ。美しいものにはトゲありと申しますか。ダメだ、押しきれない。これ以上出たら壊されちゃう。戦いをまともにやろうとするからこういう目に遭うのだよ。こういう目に遭うのだよ。すぐね、そこからダブルゼータ出てくるね。待ってるんだろ、そこで。そこで待ってるんだろ、ダブルゼータが。あ、落ちちゃう。いや、下から行こう。守りが全然いなかったのだ。はぐれた、一人一歩一人しかいない。壊れるんだろうな、そこ入ったら。壊られるんだろうな。闘争本能というものは消せないものだな。こっそり行こう。なあ、クソが。効率的に減らされた。こいつ、私を雑魚扱いしないでね。あ、もういいや。もう3番いいわ、もう。ヤギ。もういい、いいわ。もう3番いりません。もう、はい。もう3番一緒やっとったらええわ、そうやっても。3番、3番ばっかり。そうやっ、こっちもすごい数だ。押せ押せ押せ、リロード。カメラがやられた。長い。よし、とりあえず6、6いくぞ。6はもらった。よし、ナイス。ユニコーンは逃がしちゃいけない。ラッキー。ギガンの小ささが役に立ったぜ。ギガンの小ささはこういう時に役に立つからな。倒させていただきました。協力していただけませんか。ほれ、まだだ、まだ。拠点をいただきました。やばい、引けるかこれ。引けるんか俺。引かなきゃ死ぬぞ。やばい、動けない。動けない、すごい数だ。すごい数、動けない。すごい数だ。動いて。来た。マジ許さねえから。マジ許さねえから。まず核決めて気持ちよく買っちゃおうぜ。その連携がね、連携がすごいほどね、隙も生まれるということだよ。連携がすごければすごいほどね、隙が生まれる。そういうもんだから。くらえ。
倒しますので。逃げるぜ、トンズラ国勢。撤収。落ちてくれ。なんとか頑張れてます。いいタイミングで撤収、いいタイミングで撤収できましたね。オッケーオッケー、これでいい、これでいい。核はまあ決まらない、決まらなかったみたいだ。撤収撤収。敵本拠点に接近、突撃なのだ。2番がやばいか。これは急いで2番に向かいます。2番踏まれてしまったらこれもう X と Y に二手に分かれられて止めることができなくなってしまう。やばい、こっからしか出れない。これあ すごい、何これ、新しいルートが、こんなところに新しい新ルートがある。すごい、こんなルートあったんや。やばい、抜けてる。踏んで。えいっ、まだだ。よしよしよし、これからだ。忘れてたぜ、このスーパー、秘密のやつ忘れてた、秘密のやつ。強すぎる。帰ります。すいません、一時退出します。強いなあこいつは、本当にこいつは強いなあ。本当その何、ギリギリになったと、ギリギリでも勝ってちゃうからね。その一発逆転の大技があるんで、こいつには一発逆転の、それがその武器切り替えなしで発動できるっていうのは本当にメリットですね。これ本当にいいわ、いい機体です、実に良い機体です。安心しろ、お前たちの塵一つ残すつもりはない。6、いや、こいつなら下でも戦える。やりました、敵艦を破壊しました。こいつなら3番で戦える。行きます。回収を優先して回りましょう。これ3番取りに来るだろうな、3番取りに来るよ。逃げた。回収を優先して回りましょう。うわー、 X ちょっと通っちゃってますげねー。援護します。止まってる。いける、これはいける。おしいないな、踏んでないな。よし、私こう見えても反応速度、アムロ行きます。ちょっとボコボコじゃん、ボコボコだ。ボコ当たったじゃん、今当たったじゃん、今。いずれ再び相まみえよう。ライトアーマーや、ライトアーマーのやつ。出撃する地点を選択してください。行くぞ。下が危ない気がする。そっ、ん？レーダー？ん？背後にも気をつけろ。待てよ！スコアはいただいた。手こずっちまったぜ。何？あれどこ行った？死にに行ったか。
拠点を占領しました。しかしこのゲージ差は、このゲージ差は圧倒的すぎる。詰めるか。今までのデータで確かめてある。なんじゃそれ、なんじゃそれ。帰るわ。よし、敵艦を破壊した。すみません、回収を優先してまいりましょう。退避します。帰りましょう。これはとりあえず6番、中央また取られてる。すごい団結力がすごすぎる。隙がない。なんていうチームワーク、チームワーク、すごいチームワークだ。隙がない。これは一切の隙を許さない。攻防一体の。ちょっと止めないで。回収を優先してまいりましょう。戦略兵器を運搬するのだ。下行こう。ビリビリビリ。致命的な損傷箇所を修復します。はぁ、敵は残らず倒す。今しばらく続きそうですね。よし、マジビビらしてやるわ。ナイチンゲルで、アムロ行きます。アムロ修復します。命がけで回収よ。うわ、もう来倒してるね。もう3番には興味がないか。敵艦を落としました。うわ、ナイストップ、ナイストップ。回収を迅速に行う。誰もいない。こうなったら特攻じゃ。特攻の得て、特攻の得て。あ、我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。個人評価の報告です。てかこれ、核をさ運ぶ時にさ、こうローゼンズール をこう周りに5体ぐらいはわしたらさ、通るくない？普通に。これ